九十六。代理は五節のほどこそ。代理は五節のほどこそ、すずろにただならで、見る人もおかしゅう覚ゆれ。とのもりづかさなどの、いろいろの祭でを、物意味のようにて祭、祭し着付けたるなども、珍しく見う。清涼殿の反り橋に、元いの村いとけざやかにて、いでいたるも。 さまざまにつけて、おかしゅうのみ。上えぞわらわべども、いみじき、いろふしと思いたる、いとことわりなり。やまあい、ひかげなど、やないばこに入れて、こうぶりしたるおのこのもてありく、いとおかしゅうみう。天ん人との、のうしぬぎたれて、おうぎやなにやとひょうしにして、つかさまされとしきなみぞたつ。 という歌を歌いて、つぼねどもの前わたるほどは意味じく、そいたちたらん人の心騒ぎぬべしかし、ましてさとひとたびに笑いなどしたる、いと恐ろし、ことのクロードの飼いねり重ね、ものよりことに清らに見う、しねなどしきたれど、なかなか絵も上りいず、女房のいでたるさまほめそしり、 この頃は、ことことはなかんめり。長大の夜、行事の苦労度、意と、厳しゅうもてなして、かいつくろい二人、わらわより他はいるまじ。とておさえて、おもにくきまで言えば、天井人など、なおこれ一人ばかりは、などのたも、うらやみあり、いかでか、など、固く言うに、宮の御方の女房二十人ばかり押しこりて、 ことごとしゅう言いたるうどな何ともせず、とを押しあげてささめきいれば、あきれて、いとこはずちなきよかな、とて立てるもおかし。それにつきてぞ、かしずきどももないる。景色、いとねたげなり。上もおわしまして、いとおかしとごらんじおわしますらんしわ笑わまいの夜は、いとおかし。だいに向かいたる顔ども、 糸うたげにおかし借りき